はいどうもこんにちは、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで本日もやっていきたいと思いますけども、今回はですね、来週の月曜日3月15日ですね、こちらのクラブセレクションの、紹介していきたいと思います。で、来週の月曜日はリバプールとチェルシーということで、先日のね、試合が行われましたが、まあその試合からなのかな、まあ結構ランダムになってきてますけども、リバプールとチェルシーのクラブセレクションが登場するという形になりましたので、本日はチェルシーの方紹介していきたいと思います。で、チェルシーはこちらの選手ということで、チアゴシューバ、コバチッチ、マウント、ベルナー、ジアッシュ、メンディ、ハバーツ、リース、ジェームスということで、こちらの8選手が登場するということになりましたので、しっかり紹介していきたいと思います。それでは早速見ていきましょう。どうぞ。まずはチアゴシューバの方から見ていきたいと思いますけれども、チェルシーですね、クラブセレクションとして2回目の登場になります。 PS4 もアプリも合わせましてクラブセレクション2回目ですね、ということで今回のチアゴシューバは基本的にプラス2からプラス3上がりました。で、中でもヘディングがプラス6ということで、クラブセレクションは1つの能力値が爆上がりで、追加スキルができる場合にも追加スキルなしという形になりますので、ご注意いただければと思うんですが、今回のチアゴシューバはディフェンス系の能力値かなり高いですね。96、97、96ということで、まあヘディングだったりジャンプ、フィジカルコンタクトもしっかりありますし、ただまあ唯一のところで言うと、スピード瞬発、特に瞬発力ですね、76しかないというところが若干ネックな部分かなと思いますが、パス系もしっかりあるという形になります。で、ヘッダーだったりワンパー、そしてマンマーク、インターセプト、アクロバティックフレームも持ってますね。まあ間違いなく最強クラスのセンターバックかなと思いますが、このスピード瞬発が若干気になる点かなというところですね。ということで、前回の11月5日の週間 FP と比較していきたいと思いますが、フライパスにフィジカルコンタクトにディフェンスセンス2ずつ下がってしまいました。逆にヘディングだったり上がっていますね。で、基本的にプラス1という形になりますので、個人的にはまあディフェンスセンス上がったの痛いですが、今回のクラブセレクションの方がおすすめなのかなというところですね。ということで、初登場になりますコバチッチということで、コバチッチに関しては基本的にプラス3からプラス5上がりました。で、中でもフライパスがプラス6という形ですね。で、ドリブル能力だったりパス系、ここら辺はかなり高いですね。96、95、92で、パス系も97、95ともに90代後半まで乗せたという形になります。で、スピード瞬発も87、90でしっかりありますし、フィジコンボディコンともに80代乗せたという形になりますね。で、逆足3、2でコンワン6で、今回レベマ走行値は95まで行くという形になりました。で、スキルはワンパだったりマンマーク、インターセプト持っています。ボックス2ボックスの選手としてディフェンス系の能力値はそこまで高くないのかなという印象なんですが、前目で使うとドリブル能力だったりパス系、ここら辺の能力値の高さを活かせるんじゃないかなというところですね。ということで、続きましてメインソン・マウントということで、最近のマウントの活躍半端ないかなと思いますが、基本的にプラス4からプラス5上がりましたね。で、オフェンスセンスプラス6、決定力プラス6で、キック力もプラス6という形になりましたね。なんか週間 FP みたいな能力値の上げ幅なんじゃないかなと個人的には思いますが、まあオフェンスセンス決定力高いですね。91、87しっかりあるかなと思いますし、ドリブル能力だったりパス系、まあコバチッチほどではないですが、ここら辺もしっかり高いかなというところですね。で、スピード瞬発、特に瞬発力が90代後半に乗せたという形になります。スピードも87しっかりありますし、でキック力、ボディコン、スタミナ、ここら辺もかなり高いなというところですね。で、逆足は33でコンワン5で、今回レベマ総合値は98という形になりましたね。なんかこうリバプールとのクラブセレクションですので、週間 FP のような能力値、まあ得点能力だったりキック力の部分ですね、まあここら辺見ると試合に沿った、クラブセレクションの能力値になっているんじゃないかなと思いますが、スキル面で見た時のもダブルタッチだったりスルーパス、根下だったりね、まあかなり有能なスキル多いかなと思いますので、まあぜひ、このマウント、使っていただければと思いますし、狙っていただければというところですね。ということで、マウントはですね、前回の週間 FP1 月21日に登場していますので、こちらと比較していきたいと思いますが、赤がかなり目立ちますね。週間より強いという形になりました。まあ1レベの総合値が3つ高いですし、まあレベマ総合値も3つ高いという形になりますので、かなり今回は強いんじゃないかなと思いますが、スキル、今回スルーバスが、中間アップデートで追加となっていますので、ご注意いただければと思います。まあ前回のね、週間 FP に関しては1つ、追加スキルできますので、スーパーサブとか追加できたら前回なのかなと思いますが、ただ今回スルーバス持っていますので、まあ追加スキルできませんが、今回のマウントの方が強いかなというところですね。ということで、続きましてセンターフォワードベルナーということで、ベルナーに関してはクラブセレクション前回出ていますので、2回目の登場になります。基本的にプラス1からプラス2に上がりました。で、ボールコントロールがプラス5という形ですね。まあオフェンスセンス決定力ともに90台乗せていますし、スピード瞬発カンスト、ここかなり高いですね。で、ボディコンは94で、スタミナも96しっかりあるという形になります。で、逆足23でコンワン6ですね。で、レベマ走行値は95で、スキルがですね、足りないかなと思いつつ、エッジターン、ワンシュー、チェイシング、まあ必要なところは持っているかなと
というところですね。まあ追加スキルができますので、ワンパスルーパスなり、まあスーパーサブだったりね、追加していただければと思うんですが、前回のクラブセレクション1回目と比較していきたいと思います。まあドリブルが2下がりましたが、決定力1だったりボールコントロール4上がっていますので、まあこのベルナーに関しては今回の方が強いんじゃないかなというところですね。ということで続きまして、ジアシュ、ツィエク、シーエシュですか。まあいろんな呼び方本当にありますけども、まあジアシュに関しては基本的にプラス1からプラス2上がっています。で、ボディコンがプラス5という形ですね。まあオフェンセンス決定力、オフェンセンス80代後半乗せたんですが、決定力がね84しかないという形ですね。ドリブル能力だったりパス系、まあジアシュに関してもかなり高いかなと思いますし、スピード瞬発、ボディコン、ここら辺はしっかりあるかなというところですね。で、逆足22でコンワン6。で、スキル面で見た時にミドルドロップ、スルーパス、まあもうちょっとパス持っておいてもいいんじゃないかなと思いますし、プレイしたらチャンスメーカーということで、前回の週間 FP のジアシと比較していきたいと思います。11月12日のジアシですね。フライパス3下がり、プレスキックカーブ3下がりつつ、で瞬発力4、ボディコンが3上がったという形になりますけども、まあライブアップで B 以上で使うなら好調以上が基本かなと思いますので、まあフライパス前回の方が高いとはいえ、個人的には今回のクラブセレクションの方がおすすめなのかなというところですね。ということで続きまして、ゴールキーパーエドアール・メンディということで、前回はケパが登場していましたが、今回はやはりメンディが登場するという形になりました。まずはですね、身長が197センチということで、クルトワよりね2センチ低いということになりますが、まあかなり身長ありますよね。で、基本的にプラス4からプラス5で、ディフレクティングがプラス7という形になりました。 ZK センス98、コラプシングディフレクティングカンスト、キャッチングとクリアリングもう少しね欲しかったところなんですが、スクラー高弾道とパントキック、プレイスタイル守備的 GK ということですね。まあ身長がしっかりありますので、ぜひ使っていただければと思います。ということで続きまして、ハバーツということで、ハバーツに関しては基本的にプラス1からプラス2上がっています。で、ボールキープが今回一番型能力値になりまして、プラス4で95ですね。まあオフェンスエース決定力高いですし、ドリブル能力だったりパス系、ハバーツに関してもかなり高いかなというところですね。で、スピード瞬発もしっかりありますし、フィジコンボディコンともに80代後半ですので、かなり高いところでバランスが取れている能力値になっているかなというところですね。ライブアップで B 以上なら間違いなくガチスカに入ってくるんじゃないでしょうか。で、スキル面で見た時にもワンシューワンパス、スルーパス、この3つのスキル持ってるかなりありがたいですね。で、プレイスタイル2列目ということになります。ということで、前回のクラブセレクションとの比較ですね。まあオフェンセンスに下がってしまいましたが、他のところが1ずつ上がっていますし、ボールコントロール4つ上がっていますので、このハバーツに関しては今回の方がいいんじゃないかなというところですね。はい、ということで、チェルシーラストはですね、リース・ジェームスということで、リース・ジェームスに関しては基本的にプラス4からプラス5上がりました。で、中でもプラス6でスタミナが上がったという形ですね。ドリブル能力だったり、フライパスかなり高いですね、97。で、スピード瞬発も92、88しっかりありますし、フィジカルコンタクト、ディフェンセンス、アグレッシブさしっかりあるかなと思いますが、ボールダッシュが78ということで、サイドバックで使うなら、このボールダッシュの低さというところがかなり気になる点かなというところですね。で、スキル面で見た時にも、まあ、インターセプトだったり持っているんですが、より前目で使っていけるようなスキル多いかなと思いますので、個人的にはサイドハーフの起用安定なのかなというところですね。プレイスタイルは攻撃サイドバックという形になります。ということで、本日はですね、リバプールとチェルシークラブセレクション登場しますけども、チェルシーのこちらの8選手紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。ちょっとマウントの能力値化け物クラスになっているかなと思いますので、まあ週間 FP 持っている方も今回のマウント狙っていただければと思いますし、特にこのチェルシーに関しては OMF の選手が強いかなというところですね。ぜひマウントだったりハバーツ狙っていただければと思います。ということで、本日はここら辺で終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では。